はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さんヘビリンだよ、よろしくチェックということでございまして、大人の皆様改めましてこんにちは、斉藤ヘビゾーです。斉藤ヘビゾーの大相撲、今日の親王朝のお時間がやってまいりました。今日もですね、大相撲親王朝の研究メカニズムと歴史の考察ということで、私の研究論文の報告にさせていただきます。今日はですね、八王朝に潰された小錦の悲劇についてお話ししたいと思います。注射という八王朝システムは、横綱イコール人気者スターという図式の中で最もよく機能する。しかしこの頂点である横綱の力が衰えると、かなりあっけなく崩壊する。しかもそのシステムを受け継ぐべき次のスターが外国人であったらどうなるか。小錦はまさにこの日本独特のシステムの最大の被害者だったと言えるだろう。ハワイからやってきた小錦の実力が遺憾なく発揮されたのは、入幕2場所目の1984年9月場所。なんと優勝争いに絡み、2横綱千代の富士、貴の里と1横綱若島津を撃破して12勝3敗を挙げたので、八王朝力士たちからは一斉に青ざめた。当時の小錦は若いせいか稽古に励み、体も締まっていたので、これは将来の横綱と誰もが思った。しかし知略の横綱千代の富士はその後小錦に8連勝し、まだまだ横綱の座は譲れないという強い意志を示した。体が大きい割に気が小さいところがあったという小錦は、この後この千代の富士の作戦に見事にはめられていく。すなわち千代の富士はいつか小錦にガチンコという看板を下ろさせようと力を誇示したのである。そして小錦がなかなか上位に上がれなくて焦り出した時、遺体や逆祠の射程力士らと共に星を回した。1987年1月場所から3場所の小錦の星の中身を調べれば、このことがよくわかる。なんとあれだけ苦手にしていた千代の内に3連勝しているのである。もちろん下位の八王朝力士の星は全て拾っているから、3場所連続の2桁勝利で大関昇進切符を手に入れたものの、不思議なことに横綱北勝海だけには3場所連続して負けている。千代の富士に3連勝、北勝海に3連敗。つまり小錦は大関昇進と引き換えに八王朝仲間に組み入れられ、北勝海の横綱昇進のカードとして使われたのだ。その証拠にこの年の5月場所、北勝海は横綱に、小錦は大関に同時昇進している。まさに千代の富士の書いたシナリオ通りになった。こうなると小錦はもう八王朝からは抜け出せない。1989年九州場所でやっと初優勝をさらせてもらうが、千代の富士と北勝海が引退するまで万年大関にとどまった。小錦についに横綱になるチャンスが巡ってきたのは1992年3月場所だった。この場所唯一の横綱北勝海は4日目以降休場し、ライバルたちも次々と脱落して、小錦は13勝2敗で3度目の優勝を成し遂げる。こうなると前の場所が12勝だったものの、前々場所の九州場所は13勝2敗で優勝しているから、横綱になる資格は十分あった。3場所合計38勝7敗は歴代の横綱の昇進記録と比べても遜色ないものである。しかしこの小錦の前に立ちはだったのが、外国人横綱不要という相撲協会とマスコミが作り出した空気だった。日本社会を支配する空気とは不思議なもので、一度それが流れ出すとどんなに間違っていようと方向は変えられない。この空気を受けて相撲協会は小錦の昇進を横綱審議委員会に諮問すらしなかった。横綱は北勝海一人という現状を考えたら、スターシステムというビジネスから言って当然小錦を横綱にしなければならない。ところが彼は外国人、日本的なヒーローにはなり得ず、ビジネスにはならないと考えたのだろうか。いや、この時すでに高花田、若花田の花田兄弟が幕内に昇進していたから、次のスターは彼らだという戦略があったのだろうか。いずれにせよ小錦はやっとのことで八王朝から抜け出し、生涯ただ一度のビッグチャンスをつかんだにもかかわらず、外国人力士に品格なしと一蹴されてしまった。しかもこの後は若鷹と双子山勢のガチンコ時代が到来し、実力も衰えた小錦の命運は尽きてしまった。小錦の横綱昇進を阻んだのは、横綱委員で作家の小島上氏だった。彼の論文、外人横綱はいらない、今
国技の品格を守るのか捨てるのかという見当違いの意見が載ったのは文藝春秋1992年4月号だった。この論文は外国人には日本の伝統が理解できないということで一貫し、特に品格は日本にしかない国技相撲の概念であると言い切ってしまった。これはまさに人種差別的発言であったが、この時の世論は小島の論文の方にあった。今や横綱は外国人が当たり前の時代になったと思うと考えさせられるものがあるということでございました。いかがでしたでしょうか。まあ、この頃はですね、まだ日本がですね、経済的にもいろいろ強かった部分があったんですね。この後ですね、いろさまざまなバブルが崩壊したりですね、あの小泉の純ちゃんがですね、ああいう汚朝鮮出身の人がですね、汚朝鮮の支配、半島人脈を使ってですね、日本というものを乗っ取っていく。そしてもちろん相撲協会もですね、汚朝鮮がですね、乗っ取っていく。まあもちろんチャイナ企業の流入というのもありますね。チャイナ企業、チャイナという国の介入もあります。そして、お相撲のですね、懸賞金というものの、取り締まっている部分は電通という汚朝鮮企業でございましたですね。というふうになってしまいますと、お相撲というのはすっかりあちらにとって変わられてしまうというですね、まあ、非常に惨めな、不細工なですね形になっていくこの豚の集団でございますね。そういうわけでございましてですね、まあこうなるとですね、まあもちろんですね、変なモンゴルだとかですね、そういうわけのわからない三島国の人間がですね、また親方もですね、あの育ちが悪くて、あの貧乏な人たちが多かったんで、あの何でもありになっちゃうんですね。ですから貧乏ですと学がないというですね、この教育ジニケースの低さと、いうのがですね、まあお相撲という世界にはずっとつきまとうんですね。ですから日本人がですね、今後豊かでですね、明るい生活をですね、過ごそうとするならばですね、こういうこの貧乏ったらしいですね、この薄汚い、こういう大相撲というものは必要ない、ね、ましてやこういうものにですね、公益財団法人を与える必要はないということになるわけですね。そしてですね、必ずですね、この私が親王朝という話をするとですね、この親王朝のエビデンスを見せろというあのお客様ね、いらっしゃるわけですよ。じゃあですよ、私は尋ねたくなりますが、2011年に親王朝バレてますね。じゃあ私反対にお客様にお聞きしたいのは、じゃあお相撲が親王朝でないエビデンスを見せてください。どうでしょう。親王朝じゃない、親王朝と言ったら、その親王朝だというエビデンスを見せろって言えば、私はほとんどのエビデンス見せてますよね。昭和男児さんね、あのお相撲の不安という人たちはあれなんですよ、頭の中がお花畑で、そのお花畑が腐っちゃってね、枯れ果てちゃってるんです。もうドロドロにね、もうね、腐りきってる、あいつら、あの人たちは。ね。だから、親王朝じゃないって、親王朝じゃないっていうエビデンスを見せてください。彼らこういうふうに言うと、スーッとみんないなくなるでしょ。ね、彼らというのはね、非常にね、あのパヨクな人たちなんです。左巻きな。ね、いや粘着してバーッと寄ってくるのはいいんですけども、ね、正論をあの測れるとですね、スーッといなくなる。ね、で自分たちはわーっと来るんですけど、私みたくガーッと言われるとね、あのガツンと言われるとですね、スーッといなくなるというですね、まああの気の小さいですね、まあ徒党を組んででしかね、あの活動ができないというですね、左巻きのね、惨めな人たちですよ、ね、そういう人たちも今相撲協会からお金もらえなくなってるんでしょ。相撲協会がしんどくなってきてるから、ああいう協会のアルバイトのやってね、何ですか、水面下のね工作活動をしているね、あの相撲左翼の人たちがですね、動けなくなってきているということで、まあまあいいんじゃないですか、相撲がだん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 衰退していくということで、この腐れ相撲協会ということでございましてね、もうクソのようになくなっていくというですね、もう大変嬉しゅうございますですね。ということでございましてですね、まああの貴源治もですね、あれなんですね、あの何ですか、解雇されたそうですね。いいんじゃないですか、あんなものを大麻なんか吸ってるようなやつね。まあどいつもこいつも相撲なんていうのはですね、もうあの一人一人どころかね、まとめてやりゃっていなくなりゃいいんですよ、こんなもの。あの全員ね、薬物検査しなさいって、僕また国技館の前で凱旋活動しましょうか。誰かお手伝いっていうか一緒にしたい人います、僕と一緒に凱旋活動したい人。あーっと、また薬、こうやってやるとね、必ずね、あの相撲左翼の連中がね、僕を脅しにかけてくるんですよ。困っちゃいますね、本当に嫌なもんですね。
本当暗いですよね、お相撲のファンっていうのはね。ああやだやだって感じでございますけれども、まあ、暗いからね、チャイナとかお朝鮮とかモンゴルとかみたいな、ああいうところにねシンパシーを感じるんですよ、この相撲ファンっていうのは。いや本当にブサイクでデブでね、それで何ですか、油ぎってて臭くてっていうね、相撲なんてねろくなもんじゃない、もっとスタイリッシュにね、清潔になりましょう、清潔にね、そして知的にいきましょうね、うん、きちんと勉強しましょうよね、分かってますか。ということでございまして、今日のよもやま話はですね、相撲取りはブサイクで汚いというですね、体がね太ってるとね、頭に巡る血の巡りが悪いということでね、大男総じてなんとかって話になりますね。そういう話がですね、なぜそういうふうに言われているのかということをお話しさせていただきまして、日本相撲協会から公益を剥奪してですね、日本からなくしましょうということをですね、今日の大相撲よもやま話がさせていただきました。さあ、今日はですねもうちょっと時間がありませんということで、ちょっとお客様皆様ですね、いつもお世話になってます、姉ちゃんどうもありがとうね、あとお客様いつもありがとうございます、皆様ねどんどんですね、忌憚なくですね、どん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 コメント等いただければと思います。あとですね、あんまり難しい質問いただいても私も答えられませんよ。斉藤先生答えてくださいってね、その強制的な質問を勘弁してください。もうできればですね、今ですね、インターネット等とかそういうものいっぱいありますでしょ。難しい質問ご自分で調べてください。これね、私趣味でやっているもので、お金もらってませんから。いや本当にどこからもお金もらってませんでしょ。私は一人の運動家ね、相撲協会壊滅作戦という形でですね、運動家としてやってますんで、お金もらってるわけでもありませんし、お客様からお金もらってるわけでもないでしょ。ね、お客様から金品要求してるわけでもないでしょ。で寄付集ってるわけでもないでしょ、ね、僕趣味で一方的に流してるだけなんですよ。ですからね、質問いただいたら答えますけど、あまりにもの、ね、質問攻めは勘弁してください。僕もね、大学の教官やってるんでね、そこ暇じゃないんです。こればっかりに取られてるわけにいかないので、一方的に流す方一方で、で分からないことはねご自分で調べて、それでも分からない場合は質問してください。大半の僕の話していることはちょっと調べれば分かることだと思います、ね、分からない場合、例えばね、八角ちゃんの、そうだな、白鵬ちゃんの谷町は名古屋の暴力団ですけども、この中での一番のトップは誰ですかとかね、うん、白鵬ちゃん今回の名古屋場所の、台本を書いたのは誰ですか、どこの自民党の誰ですかって、相撲議連はね、相撲議連の会長は誰ですかとかね、そういう質問は調べれば分かることですから、ね、調べれば分かることは自分で調べましょう、ね、それで私にね聞かせていただくのはね、面白い話を聞かせてください。僕自身があんまり面白くない人間なんで、センスのいいちょっと風刺の効いたね、ピリッとしたやつのね、ちょっとこうクスクスっと笑うところがアハハって笑ってしまうようなお話を聞かせてください。もう難しい質問は答えられません、勘弁してくださいね。ということで、じゃあもう時間がないんでエンディングに入ります。花田勝氏がやっぱり白鵬ちゃんは親を長ね、さあこんなものみんなでなくしましょう、ね、相撲協会民営化および相撲協会解散だということでですね、白鵬ちゃんは八百長だ、白鵬ちゃんは親尾長、白鵬ちゃんは親尾長、白鵬ちゃんは親尾長ということでございまして、それでは皆さん、お会いまたお会いできたらお会いしましょうね。さようなら。